お待たせいたしました。まもなくグランプリロードレースの開始でございます。出場者はスタート位置についてくださいませ。なおこのレースの賞金はガバチョたったの130円。キープ130円、ケチなグランプリレースダンスね。お、130円もおでんがいっぱい買えちゃう。ではレースに先立ちまして、出場者の紹介をさせていただきます。旗坊号、おクリザクルだ。キビタ号、任せといて。ムクロ号、頑張れみんな。ダヨン号、一番になるよ。デカパン号、わしは運命だし。イヤミ号、みんな優勝して賞金をいただくざんすよ。テレビをご覧の皆さん、今晩のおそ松くんは特別番組としてこのレースの模様を実況中継によってお送りするのです。よーい、あ、いよいよスタートする模様であります。ここでテレビをご覧の皆様に、このかっこいいおそ松号の構造を図解で教えてあげるでげす。おそ松号は、組取り車のタンクと電気掃除機と自転車で作ってあります。この空気の吸い取り、自転車の車輪とブレーキ、タンクと人力エンジン、アートから来る車を邪魔する竿、最後にこれがゴミの吸い取り機。えっへん、ゴミ。どう、分かったでげすか。では続いて、さっそうと走るチビタ号の秘密を図解によって説明するでげす。僕の車はおでん屋台とお風呂付き、ヘッドライト用の猫ちゃん、おでんタンク、お風呂、ボディはもちろんドラム缶。では皆様、不死身のダヨン号の秘密を図解によって教えるだけです。僕の車はゴム製だよ。何でも食っちゃう癒やしい車だよ。後ろは50キロの鋼鉄にトゲも入るよ。ローラーだよ。全くおかしな車ばっかりでげす。では皆様、デカパン号の秘密を図解によって教えるだけです。わつの車は20トンだす。ローラーの中に20のトンがいるだす。豚はこの餌で走らすのだす。スピードアップするときはこれだす。ほえほえ。いやー、とんでもない自動車でげす。何してるだす、アナウンサーさん。ミーのかっこいい車、早く説明してやってちょ。わかりました、わかりました。では図解をやるでげす。パンパカパーン、大変お待たせしたざんす。これが00イヤミの、もちろんオフランス製ダンス。イヤミの最大の武器、カニバサミダンス。イヤミ型ヘアスタイルのホロ。なんでもスパチョと着るデッパバンバー。折りたたみ式車輪、チェーもできるダンスよ、ワンシー。シー、シー、
まったく嫌な車です。みんなの仲間だい。おそな